八幡浜地区消防本部は19日、八幡浜市松茅の八幡浜地区消防本部訓練場で消防技術選考会を行い、若手レスキュー隊員11人が高さ15メートルのはしごを安全に早く登る技術を競いました。四国地区大会への出場者を署内で選考するため毎年実施していて、今年で43回目となります。隊員は笛の合図とともに命綱のロープを腰に巻いて垂直に伸びるはしごへダッシュしました。先輩隊員から行けよ、頑張れという声が上がる中、懸命に手足を動かしてはしごをよじ登っていました。1位になった隊員の久保克也さんは、この1ヶ月半訓練してきた、全国大会を狙えるようしっかり頑張りたいですと、四国大会への意気込みを語っていました。